こんにちは、大場内科クリニック院長の大場健一郎です。糖尿病になってしまった、お食事何を食べたらよいか分かりませんという質問をよく受けます。血糖値が高い、ヘモグロビン A1C という値が高い、糖尿病と言われてしまったあなた、そうですよね。お食事、運動療法、難しいですよね。具体的にどうしたらいいか分からない、そういったことをよく聞かれます。お食事、そうですね、どうしたらいいんでしょうかね。まずは糖尿病になってしまった原因をちょっと考えてみましょう。糖尿病というのは血糖値が上がる、インスリンという血糖値を下げるホルモンが上がる、いつの間にか血糖値がずっと高くなってしまって、インスリンという血糖値を下げるホルモンの効果が弱くなってしまって、血糖値が下がらない状態が続いているというのが糖尿病です。そうですね、シンプルに考えてみると、血糖値が上がらなければ良い、そうですよね。血糖値をどうしたら上がらなくすることができるのか、そうですね、血糖値を上げる原因何でしょうか。そうです、炭水化物、糖質を摂ると血糖値が上がります。炭水化物ですね、いわゆるご飯、パン、麺、こういった主食を食べると血糖値が上がります。シンプルに食事、まずは取り組んでいただきたいのは、このご飯、パン、麺、炭水化物を今食べている量の、そうですね、半分ぐらいにしてみましょう。糖尿病になってしまったあなた、すごく痩せている方は省いていただきたいんですが、糖尿病になってしまった方、大体食生活食べ過ぎている方が多いように思います。ご飯、パン、麺、炭水化物、今まで食べていた量の半分ぐらいにしていただくように、初診の時患者さんには説明するようにしています。ただし患者さんによっては、炭水化物の摂りすぎ、糖質の摂りすぎ以外で血糖値が上がっている方もいますので、かかりつけの先生にどういった食事療法をやればよいのか質問するようにしてください。まとめます。糖尿病になってしまった方、お食事どうすればいいのでしょうか。ご飯、パン、麺、炭水化物ですね、今までの量の半分ぐらいにしましょう。ゼロにしなくていいです。むしろゼロにはしないでください。極端な糖質制限は賛否両論ありますが、特に糖尿病の最初の段階では危険な場合もあります。炭水化物、ご飯、パン、麺を今まで食べた量の半分ぐらいにしましょう。